当時ですね、同時に設立したテスラというですね、電気自動車 EV のベンチャーもですね、非常に車がなかなか作れずにですね、売れずに、苦境に陥っていて、イーロン・マスクの資金がですね、本当になくなりかけて、アメリカはですね、スペースシャトルに、有人宇宙飛行を頼ってたんですけれども、スペースシャトルが、2回ですね、空中爆発したりとかですね、そういった事件がありまして、スペースシャトルっていうのはちょっと欠陥宇宙機ということで、中止になってしまいました。で、中止になった後ですね、アメリカ政府はどういう動きをしたかというと、まだですね、本当に宇宙企業としてはですね、生まれたてのスペース X という会社を含めて何社かをコンペティションして、そういった人たちにですね、有人宇宙機を打ち上げさせるというようなですね、プログラムを、NASA が開始したわけですけれども、そこに応募した一社、そこでですね、プライズを勝ち取ったのが、イーロン・マスク率いるスペース X でした。スペース X というのはですね、2002年に、設立された、比較的、まだね、歴史的に言うと17、8年ぐらいの会社なんですけれども、もちろんですね、私の一個上の、創業者、イーロン・マスクさんはですね、以前にですね、エクスプライズ・ファウンデーションというですね、アメリカの財団、のですね、ボードメンバーを一緒にやってた関係もあってですね、何度かお会いしたことあるんですけれども、彼に初めて会った2004年にですね、彼の会社スペース X は初めてロケットエンジンの燃焼試験に成功したばっかりの時でした。2002年に設立して、なんで2004年にそんなに早くですね、ロケットエンジンの燃焼試験に成功したかというとですね、アポロの月着陸船、に搭載されてた水力6トンのですね、ピントリ型インジェクターという、実はうちのインターステラテクノロジーズと同じタイプのインジェクターを、インジェクターとは燃焼器にですね、ガスをですね、燃焼ガスを噴射するための装置なんですけれども、これを搭載している、非常に高性能なロケットエンジンだったんですけども、その技術を持っていた TRW という会社がですね、企業再編でもっと大きな会社にですね、バイアウトされるときに、そこのチームにいた人間というのがですね、そこから離職した、そういった人をですね、うまいこと捕まえて、それで会社を作ったということがあって、非常にもう2年という短期間でですね、アポロの月着陸船と同じ、もうほぼ同じ、ロケットエンジン。彼らのコードネームで言って、ケストレルというですね、これイギリスの戦闘機の名前を冠した。実は今使われてる、ファルコン9に使われてるマーリンというエンジンも実はこれ、イギリスの戦闘機の名前なんですけれども、こちらの方ですね、ケストレルが6トン、水力6トン、そしてマーリンがですね、最初40トンクラス、の、要はそれを単純にですね、7倍ぐらいにスケールアップしたエンジンなんですけれども、こちらの方を早期に開発することができたと。で、それからですね、さらに、3年ぐらい経って、ファルコン1というですね、1段目にマーリン、で2段目にケストレルを搭載したロケット。これ3回連続打ち上げに失敗してるんですけれども、4回目でやっと成功したと。当時ですね、同時に設立したテスラというですね、電気自動車 EV のベンチャーもですね、非常に車がなかなか作れずにですね、売れずに、苦境に陥っていて、イーロン・マスクの資金がですね、本当になくなりかけてたという状況で、もうあと1回ですね、ロケットエンジン、ロケットのですね、打ち上げに失敗すると、もうこの会社はなくなってしまうということでですね、四つ葉のクローバーの、みんなですね、こう、ロゴをですね、胸につけて、今回の打ち上げはみんなで成功しなきゃいけないって頑張ったら4回目でやっと成功したと。それ以来ですね、どうも、スペース X のロケットの打ち上げの時はですね、その四つ葉のクローバーのマークはどこかに必ず印刷されてるというような、いいお話もあるんですけれども、そこからの快進撃はすごかった。その後ですね、ISS にですね、スペースシャトルが退役したもんですから、物資を輸送する手段というのはアメリカの、宇宙船というのがですね、持てなくなってしまいました。そういったことでですね、じゃあ日本の H2B というですね、ロケットで、コウノトリという愛称がついてますが、こういった無人宇宙船だったりとか、ESA という欧州宇宙機関のロケットで打ち上げたりとか、あるいは、
で、それ以外にですね、アメリカの企業ですね、コンペで2社程度ですね、選んで、コッツ計画というのを始めて、そちらの方で ISS への移送手段というのを担うという。これもプログラムの 何がいいかというとですね、まだできていない、これから頑張って作るであろう宇宙船に対して先払いでですね、お金を払って、ベンチャー企業が非常に使いやすい制度になってました。これによって、イーロン・マスク率いるスペース X はですね、ファルコン1の、これ9本食べたファルコン9というですね、大型の宇宙ロケットをですね、作るに至りました。その結果ですね、これファルコン9はですね、第1回目で大成功しまして、その後ですね、ドラゴン宇宙船というですね、非常に高性能な宇宙カプセルで ISS 国際宇宙ステーションへの物資の輸送を担うようになりました。当然ですね、まあ私もそうですけれども、イーロン・マスクもそうなんですけれども、友人で宇宙に人を運びたいという欲求は当然あるわけです。僕はですね、最後に、アメリカのスペース X 本社、ロサンゼルスにあるんですけれども、行った時はですね、僕2回目行ったんですけど、1回目行って、2回目の時はですね、これ入り口行くと、ドラゴンカプセルのですね、実際に使われた宇宙船がですね、展示してあったりするんだけど、一回目行った時は、なかった、部屋ができてました。その部屋にはですね、宇宙服がなんと開発されてたんですね。それももう遠目で見てもかっこよさそうな宇宙服でした。この宇宙服、すごかった。残念ながらですね、3、4年前に行ったっきりスペース X に行けてません。なぜ行けなくなったかっていうと、あなたの IST 社、去年ですね、準軌道ですけれども、サブオービタルですけれども、ロケットの打ち上げに成功したということで、競合であるので、つまり競合認定されて、ライバルの会社だっていうふうに言われて、ついに、我々の社員を見に行けなくなりました。まあ、それはそれで、それ自体非常に光栄なことなんですけれども、そういった形でですね、有人宇宙船に向けて何回も、からトライアルを行ってました。カプセルのサイズ自体はそんなに変わらないんですけれども、実はですね、ソユーズとか3人しか乗れないんですけれども、クルードラゴンですね、これ最大7人も乗れるということでですね、スペースシャトルと同じ、だけのですね、人員を宇宙に運べるということで、一人当たりのですね、運用コストっていうのも激減するんではないかなと思います。例えば宇宙飛行士2人に加えて5人の観光客を連れていくとかですね、こういったことも十分可能になってきますし、一人頭のですね、輸送コストも本当に5億10億とか、まあそれぐらいまで下がるのはすごく、まあ近いんじゃないかなというふうに思ってます。この宇宙船もう一つすごく優れてるのがですね、スーパードラコというですね、コンパクトなエンジンをですね、液体エンジンをですね、9機、底面に配置してるんですね。これはですね、二つの用途がありまして、一つはですね、海ではなく、地上に着陸するときに、逆噴射をして、軟着陸をするための用途として使われます。で、もう一つはですね、ロケットが打ち上げ時にトラブルを起こす。例えば、宇宙ロケットそのものが爆発してしまうとか、そういったときにですね、先端につけられたカプセルを脱出させると。まあ、その時非常に強い、もうほんと 10G を超えるようなですね、G がかかるんですけれども、まあ、当然宇宙飛行士は失神してしまうんですけれども、命はなんとか助けられると。まあ、こういうエスケープシステムがあるんですけれども、こちらにも使われるということで、これまではですね、まあ、これちょっと注意深くソユーズとか、アポロ宇宙船とか見ると、先端にこう棒のようなものが見えると思います。これがですね、固体燃料ロケット、こいつ脱出用のロケットなんですね。これが先端についているのが普通の設計ですね。この固体燃料ロケットで、カプセルを安全に脱出させると。で、打ち上げプロセスの途中でその、もう必要なくなったら脱出ロケットっていうのは切り離されるような仕様になってます。しかしながらこう、底面に9機のですね、スーパードラゴエンジン。こちらの方はですね、ヒドラジンというですね、非常に毒性の高い、しかしながらですね、4酸化二窒素というですね、酸化剤と混ぜると必ず発火をすると。そういう信頼性の高いエンジンが9機も積まれているので、まあ万が一、1機とか2機とは故障したとしても、脱出用システムが、まあ作動するという非常に優れたシステムになっております。つまり7人も、最大7人も乗せられるしですね、安全性も本当アポロとかソユーズに比べると非常に高くなっているというのが今回のクルードラゴンシステムの素晴らしいところですね。野口聡一さんはですね、スペースシャトルチャレンジャーの事故以降にですね、宇宙飛行士になっておりますが、その後ですね、もう一回スペースシャトル事故で7人の人命失うんですけれども、その後にですね、もう最後のフライトになるですね、スペースシャトルのフライトを経験されております。さらにですね、スペースシャトルも2回も
も事故して14人のクルーが亡くなってますので、スペースシャトルは失敗作だったということで、まあそれ NASA が正式に認めてですね、スペースシャトル計画が中止になりました。中止以降ですね、アメリカ合衆国はですね、宇宙飛行士を、まああるいはもう西側諸国といっても過言ではないと思うんですけれども、こちらの方はですね、本当にスペースシャトル以降ですね、国際宇宙ステーションに有人で人を送る手段というのをですね、なくしてしまったがゆえに、ロシアのソユーズを使って ISS に人を送ってました。以前ですね、日本人の宇宙飛行士、実は初の宇宙飛行士になったのはですね、TBS の記者だったんですけれども、まあ、彼が宇宙に行った頃はですね、15億円ぐらいだったっていうふうに言われてるんですけど、その後ですね、スペースアドベンチャー社っていうところが、実はですね、TBS の記者が、お金を払って宇宙に行けたということで、ソユーズのシートは買えるのかということで、スペースアドベンチャーズって会社を作って、延べ9人の宇宙飛行士をですね、民間の宇宙飛行士をですね、宇宙に送ることに成功しました。その値段がだいたい20から25億円だったっていうふうに言われてるんですけども、スペースシャトルが終わって値段が高騰し、まあ一説には1人70億円かかってるというふうに言われてました。まあその70億円のシートで、野口さん2回目の宇宙に行っております。そして3回目のクリュードラゴンということで、計3種類の宇宙船で、宇宙に行った宇宙飛行士ということで、非常にレアな経験をされているということですね。もう55歳になられますけれども、スペース X のクリュードラゴン、だいたい 2.5 から3 G ぐらいしか通常時はかかりませんので、負担は それほどでもない。しかもですね、宇宙飛行士用のシートというのはですね、ちゃんと型取りをして、不用意な G がかかった、すごくでかい G がかかったとしてもですね、人体にあまり影響がないような形ですっぽり収まるようなシートが作られております。